日本科学未来館は出口 B でちょっとあったあった B 出てでっかいところを歩いていけばいいのか。こっから行った方がいい。あ、ダイバーシティ。あれ前行ったことあったっけか。なんかこの辺歩いた記憶あるな。行ったことあるよ。あ、ね、そうなんだ。なんかね、大きい風船みたいな。あ、そう。さすがに暗いとあんま写り良くないな。なんでドラえもんなんだ。ドラえもん的なのがあるのかな。あのちょっとあの傾斜こ手前側に傾斜してる建物。着いた未来館。で1階で受付やってメールを見せるって書いてあったね。でちょっと あそこに歩道あった。着いた未来館。でも暗くて全然映ってない。ここにもアンケートが書いてある。だからこっちでよかったじゃんと思ったんで。ありがとうございます。ユニコーンガンダムかっこいい。赤く光ってる。東京タワーにレインボーカラーのフジテレビ。